こんにちは、インスピリッツテニスクラブの石村祐希です。今回のインスピチャンネルは、石村祐希シングルスマスターへの道第3回目です。今回もですね、あの最強コーチにお願いしました。よろしくお願いします。こんにちは、インスピの石塚です。よろしくお願いします。お願いします。1回目、2回目と石塚コーチに教わってきたんですけど、まあ、前回までの内容は、結構僕も練習してきて使えるようにはなってきたかなと。小村さんの時良かったでもこうなかなかやっぱ対戦相手のレベルが上がってくると、うんうんうん、なかなか決めきれないなっていうイメージが強くなってきたので、うん、もうあと僕は何をしたらいいのか、まあ、まず石村君ってさすごくいいショット持ってるんだよね。はい、江原さんにさ、はい、お勝つのかって俺を一瞬思ったんだよ。もちろんやったんだよ。石村君のショットが効く相手には勝てる、うんうん、でもそこが通じない相手にはなかなか厳しいと。確かに今現状の石村君の技術だけで、今よりも決めれるようにすることって全然可能なの。石村君ってさ打つだけじゃん、打たれるって待ってるわけじゃん、はい、打たれるのを待ってる状態で打ってもそりゃ決まらないよね、うん、キリオスとかさ錦織とかもそうだけど、はい、うまく前のボールを使ってるよね、うん、短いショットをうまく使う、うん、俗に言うドロップショットをちょっとうまく今日はやってみましょう。よし、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。石塚のデモを見せたいと思います。ドロップショットを打とうと思った時に気をつけなきゃいけないことは3つあるんですけど、まず1つ目、ドロップショットを打とうとしない。2つ目が余計なことをしない。3つ目が無理をしない特にこの技術的なことを何も1つも言わないっていうねこの後は多分石村君にもやってもらうと思うんだけど、ドロップショットってほとんどの人は技術的にはこのドロップショットを打てる技術を持ってると個人的には思う。ドロップショット打ってやろうってなると大体ダメなんですよ。俺バックやたら狙いすぎてミスやったやーうまいんだと思ったのにっていうことになってしまいがちなので、基本的にはなんかよくあるこうするみたいなイメージにしちゃうと難しくなっちゃうんで、ただ短く打つような2つ目の余計なことをしないで言うと、まあ、このドロップショットしないに、近いんだけど、どちらかというとあのこうしがちなのよ、ね、はい、でも面を変えないでやってあげた方が距離感のコントロールとか高さのコントロールしやすいので、あの、まあ、ここで要は余計なことをしないでシンプルに打ってあげた方がコントロールはきっと。3つが無理をしないというのも、際どいところを狙おうとしすぎちゃうと、はい、ミスショットになっちゃったりする。でどちらかというと崩すだったり、はい、まあ、今回の石村君のでいうと自分のフォアハンドが強打が効くようにするためのドロップショットもあるよ。あ、ドロップショットこの人あるって思わせれば、うん、それで成功してるんだよ。やろうとしすぎちゃって無理しすぎるとうまくいかないこともほとんどなので、まずこの3つをちょっと気をつけながら、はい、練習をしてみましょう。はい、はい、練習の仕方として最初から後ろでやると結構難しいので、最初サービスラインぐらいからで自分で球出ししてもらうと多分すごく感覚をつかみやすいので、まずイメージとしてはこっちのコースでもいいですけど、ネット超えるか超えないかぐらいの感じで、これをギリギリ狙おうと思うと今みたいにミスっちゃって、グリップはフォアの握りでやってみてもらってもいいし、まあ、ボレーとかのグリップでもいいと思います。
超絶うまいの。この時向こうに飛ばそうとすると結構強くなっちゃう。だから本当にネットされるかぐらいの。このぐらいで超全然十分。絶妙です。絶妙。じゃあちょっと今度だけで出して。はい。やりましょう。さっきの力加減。はい。お疲れ様です。まあ、今ねちょっとラリー形式でやったけど、はい、使いやすいと思うんだよね。使いやすいです。めちゃめちゃミスった時って多分自分自身の感覚で、はい、あ、やりすぎたなとか、ちょっとこうドロップショットに近い感じに欲しがるとミスっちゃってて、はい、あくまでさっきみたいにもう本当にポンと当てて、はい、力加減と距離だけ気をつけて余計なことしないで、やってあげると、狙いやすい石原君のフォアハンドを、はい、有効打によりするためにも、うんうん、失敗して取られても相手がドロップショットを打ってくるっていう意識づけにはなる。そう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 、そこはかなり、うん、やっぱそれね考えるとね、こう考えとかなきゃいけないからね。そうそうそうですね。ここだけでも多分石村君のやりやすさは、はい、必ずしもドロップっていうかその短いショットで決めようとしない。そう、今日3つ言ったよね。はい、覚えてる？覚えてます。俺は覚えてない。ドロップショットをしようとしない。そう、1個目、はい、で、無理をしない。あ、まあ、余計なことしない。あ、余計なことしないで、無理しない。無理しない。そう、この3つを気をつけてもらって、はい、皆さんもドロップショットをぜひできるようになってやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、では、締め方です。不思議な締め方だった今。チャンネル登録はこちらです。こちらです。おすすめ最新動画はこちらになります。高評価ボタンお願いします。よろしくお願いします。またね。これいい匂いするよ。めっちゃいい匂いするよ。